はい、えー、お疲れ様ですそうですね「お前らは消耗品だ」というふうに軍隊ではかつて教え込まれて実際に兵隊さんもねそのような意識を高めていったそうですあの私の家の近所にちょっとした小料理屋がありましてねそこの看板に「忘年会新年会戦友会にご利用ください」って書いてあるんですよ「戦友会にご利用ください」ってね時代を感じさせますけども 私が想像するに戦友会で集まった方っていうのは戦争に行って生き延びて帰ってきた方だと聞いてますでその中には上官や部下そういうのが織り交じってね、うん、それで戦友会っていうのを、まあ、生き延びてよかったねと労をねぎらいながらもお亡くなりになった戦友たちを弔っているそんな、うん、会だったんじゃないかなと思うんですよでこれはちょっと聞いた話なんですけども 戦友会に参加したね、ある男性が同席した方を紹介されて、この人誰かわかるかいっていうふうに聞かれたんですよ。で、その時に誰だったかなと思って思い出した瞬間に思いついたのが、かつての上官だったんですよね。で、あーって思い出して、いやあんた私を散々殴ってくれたのは痛かったよっていうふうに本気で怒ったんですよね。 そしたらその上官も今穏やかな人になって「いやあの時は申し訳なかった」と大変失礼しましたっていうふうに申し訳なさそうにね頭を下げていたんですよまあ戦争から帰って数十年穏やかな日々の中で自分の過ちに気づいたことと戦争によって自分が一つの消耗品になったことに気づいたんでしょうねそれは上官という消耗品ですよ部下を殴りつけて死中を追いやるそして部下が死ねばさらに別の部下を殴りつけて市中を追いやる 最終的には自分自身も死に向かっていくということだったんでしょう、うん。だからね、戦友会ってものをね、今ね、ほとんどのところで行われなくなっちゃって、もう皆さんご高齢ですしね、なんとも言えないところがありますけども、なんか、戦争を美化するっていうことはなかったにしても、生き延びて思い出す青春が戦争を中心に回ってるところでね、うん、やっぱり自分の人生を語るときに、戦争ってものが切っても切れない。 そんな振り返りをするんだろうなと思ったら、私たちは修学旅行がどうだったとかね、あの受験がどうだったっていうこと、部活がどうだったっていうことで盛り上がるのかもしれませんけども、確かに戦友会の皆さんは戦争で何人死んだ、次の日には自分かなと思ったら終戦のラッパが鳴って帰れるようになった。その中でもシベリアに予約されたりとか、最後まで抵抗してね、玉砕した仲間もいるみたいな形で、 なんか私たちと全く違うような人生を振り返ってるんでしょうね戦友会かなんかこの言葉も聞こえなくなっちゃうかもしれないですねそうなった時に戦争がまたやってくるのかなとちょっと怖いですけどねじゃあお疲れ様です